中盤戦だね。はーっ！
疲れ様、ひなちゃん。ちーちゃんのところに行こう。ライムはパス。ライム。だってもうフラグメントは固定化できたんだから。それじゃあちーちゃんの気持ちは？こんなことだから。何？あの子の悩みを聞いてあげたらフラグ…話しても平行線だね。ライム、私はこんなやり方…ライムはライムの方法でひなちゃんを助ける。手段を選んでられるほど。行こう、千尋のところに。ごめんね、ひなちゃん。うん、私もみんなが仲良く、でもみんなそれぞれ他人なんだし、うまくいかないのを全部自分のせいだと思うのは、思い通りにはならないけど、少しずつでも失敗し、だからこんなところで自分を責めて、一緒に今回の件はまだ終わってない？あくまで可能性の話だけど、盗むところを目撃されたから焦ってちーちゃんに罪をなす。でもなんでその後も盗みを続けたの？ちーちゃんがずっとついて。それはもしかしたら誰かに見つかってもバラされる危険があっても。ゆずはもう少し調べてみるけど、ひなちゃんも注意しておいて。わかった。ひなこ、昨日の疲れがまだ残ってんじゃないの？頼む。呼び方本当に大丈夫？ごめん、ちょっとか。
ちゃんなら大丈夫。着信ないかな。何かするかな。着信ないかな。何かするかな。何かするかな。
自信ないかな。確信ないかな。確信ないかな。
このあと。今回もなんとか追い返せたけど、まだ倒す。一体どうやって。悩んでも仕方ない。着信ないかな。Thank you.
ん